はいどうも、秘密結社笛ガム総帥ハッチでございます。今回は阪神大賞典、もうね、実質4頭立てぐらいのオッズ構成になってて、もっと言えばね、まあ、3連複1点勝負でも本当はいいんじゃないかと言いたいとこなんだけども、3連複1点で確か前日オッズというかね、今の段階前日20時で 4.4 倍、これ1点勝負って言ってわざわざ動画にしても面白くないわけですね。まあとはいえこの3頭強そうなんで、まあこれの中で3連単の1点勝負も三連単炎の一点勝負と題して今回は1点で決めたいと思います。で、そうなってくると、まあある意味二強対決って本当は言いたいなっていうのが、7番レインボーライン、8番クリンチャー、これそれぞれ一昨年、昨年の菊花賞2着馬。まあとなってくると、この芝3000っていうレースで言えば、この2頭が強いんじゃないかというふうに言えるわけです。まあつまり、これをどっちを先に見るか。クリンチャーがね、京都記念でね、強い競馬をしたように見えて、まあ、金量差があったと。まあ、そしてじゃあ、その後、同じく芝の中距離路線、大阪杯行くかと思いきや、ここで G2 でね、矛先を向けてある意味稼ぎに来た。ちょっと気に食わないですね。まあ、それに対して、レインボーラインっていうのは、まあ、ちゃんと去年は強い馬相手に G1 使い切った春も、春2戦、秋3戦 G1 使ったと。まあ、しかもね、天皇賞秋3着と。芝2000でもやれそうなんだけれども、まあ、おととしの札幌記念も3歳ながら3着来てんだけども、まあ、天皇賞に今年は矛先を向けてきたような形と。まあ、そう考えるとね、ステイゴールドサンクっていうのは休み明け得意なんてのもありますから、どっちをこう優位に見るかって言ったらね、やっぱり強い馬相手の経験値で言えば、レインボーラインの方が上だろうと。まあ、3連単1点勝負、7の方を上位に見ましょう。まあ、つまり、3連複7、8、10じゃなくて、3連単7、8、10。三連単の7、8、10だったらこれ 34.2 倍つきます。結構ね、十分ついてくれるんで、この一点勝負、いわゆる特権勝負ってやつでね、まあ特権勝負、昔の言い方で100円が最低単位でしたから、まあそれを大勝負って言うと、まあ1000円単位のことをまあ特権勝負って言うんですね。まあなのでね、まあいつも通りぐらいの投下金額でありますが、今回は1点で決めてみたいと思います。まあサムネイルでこうやって出してみますけどね、こんな感じで勝負します。以上、ハッチでした。